はい、どうもです。えー、先ほどね、リニューアルオープンされました、エコタウン。ハードフさんの方にね、えー、まあ、断捨離企画でもありますし、あとはリニューアルオープンに花を添えようと、そういったところも含めてね、ゲーム関連、全部で62点売ってまいりました。えー、どういったものを 売りますよっていう動画からねさらに3本ほどちょっと追加しまして62本になりましたプレス2からね、えー、外貨の合法クールガール、そして創生のアクエリオンだったかなこの3本をつけて、えー、62点ということで打ってきました えー、しばらくね、用事があったので、用事終わって昼ぐらいにちょっと取りに行ったんですけど、まあ早速ね、えー、いくらで売れたかっていうね、金額、総金額をちょっとね、紹介していこうと思います。それがね、こちらでございます。はい、こちら買取明細ですね。買取金額合計で2340円ということでね、えー、私が想像してたよりはいかなかったんですけども、まあ今回の目的はね、まあ先ほども言いましたけど、断捨離、まあ家にあるね、 えー、いろんなものをね、ちょっと処分したいというのと、うん、片付けたいというところが一つと、まあ、リニューアルオープンに向けての花を添えるという意味で持っていきましたので、まあ、金額というよりはね、えー、まあ、引き取ってもらえれば、そしてお店が、そしてお客さんにね、利益になればいいなというところで、まあ、そういって持っていったわけなんで、今回はね、そこまで金額にはね、こだわってはおりません。正直のところね。うん。 えっと、ちょっと内,や内訳の方をね、ちょっと見ていこうと思います。今回ハードオフさんね、初めて売ったんですけども、んブックオフに比べると、えー、この買い取り明細はね、簡易的なものでしたね。ブックオフなんかは、確かね、全商品がいくらで売れたっていうのがね、明細に書いてあったと思うんですけど、まあ、ひょっとしたらこの店舗 だからこの書き方なのかもしれないですけども、今回行った店舗はね、こういった書き方をされてい,きいました。じゃあちょっと見ていきます。まあ、こういう感じになってますね。先書の1500円、源平合戦って書いてあるので、これは1本この源平合戦ですね。ナムコの源平東馬伝、あの、ボードゲームがついたタイプがあるんですけども、うん。そちらがね、 えー、500円という結果でしたねで。9本が1本あたり100円で、えー、ゲゲゲの鬼太郎を含めてで、900円ってことかな。残りの 49, 分49本のソフトは、まあ、ゴルフ他、えー、10円ですね。1本あたりね。で、490円になっています。330円で購入したタタコンが、ね、100円で、 えー、パッドの、パッドが不具合の WEU は300円でしたね、うん。PC エンジンのマルチタップは50円ということになってました。うんまあ、正直ね、軌道チェックできてない部分もありますので、まあ、ここら辺に関してはそんなに、うん、問題はないかな、うん。先ほども言いましたけど、金額にはもんあの文句はないんですけど、私が想像してた金額とちょっと照らし合わせていきますと、 多分このね、ほぼほぼ、あとこの100円が付いてるやつはほぼほぼ100、あのー、箱節付きの商品がこの値段になったのかなと思います。ファミコンのね、ゴルフは箱節付きだったんですけど、まあこれは10円ですけど、まあそれ以外のスーパーファミコンであるとか、あとメガドライブなんかもね、あったりしたんで、そういったものも100円かなと思いますね。うん。 ま、今回ね、ちょっと自分の中でメインで考えていた一つが、この限平合戦、限平ト馬マデンと、あとはね、メガドライブの、えー、ウィップラッシュかな、横スクロールのシューティングゲームがあるんですけど、そこはもう少し行くんじゃないかなと思いました。まあ、あのー、安く買い取りしたことによって、お客さんは、お客さんにはね、安い値段で届いてくれれば、 それに越したことはないですね。うん。はい。じゃあね、ちょっとね、気になる2本だけちょっと見ていこうと思いますね。まずね、先ほど、一番高く値段がついていた源平合戦、500円での買い取りだったわけなんですけど、これなんかはね、駿河井さんだと販売価格が9200円。買い取り価格で4700円。これを500円で買い取ったんで、まあ、かなり安い値段でね、えー お客さんが買ってくれればよかったなとは思いますけども、どうなってるかなうん。で、まあね、完品ではないです。うん、痛みもあります。箱なんかもちょっと擦れがあったりしますし、まあ、フィギュアなんかはついてるんですけど、ゲームチップが2枚欠品、で、呪文カードなんかは、えー、まあ、8枚綴りで、 くっついててるるんですけどそれれが何枚か切り離されてるこれに関しては欠品じゃありません。でゲームボードがついてるんですけどこれがね8枚を折りたたんでる1枚のボーゲームボードなんですけど、うん、これねボードゲームじゃなくてゲームボードって書いてあったかな。うん、でその8枚つづりのやつがあの1枚切れちゃってますね。うん えー、遊べないような状態ではないんですけど、うん、1枚切り離されてる状態ですね。で、呪文カードの他に多分3種の神器チップみたいのがあるんですけど、それがやはり切り離されてましたね。うん。だから欠品って言われるものは、そのゲームチップが2枚ほどないというね、まあ、そういったところになると思います。その他のものに関しては説明書であるとか、注意書きであるとか。 まあソフトはもちろん、シールもね、えー、1枚はカートリッジに貼ってありましたけども、まあシールも一応付いてましたので、えー、まあほぼほぼ完品、いやほぼほぼ完品って言わないか、まあそのゲームチップ以外は付属されてるっていうような、そういったね、状態だったのでね、もう少し行くと思ったんですけどね、まあお客さんがね、安く購入できたなら、それはそれで OK だと私は思っております。続きましてがね、こちらでございます。 もう一本こちらですね。販売価格7600円ということとで,で、先ほどよりはね、お値段は安いんですけども、こちらに関しては、えー、箱節ついておりますので、まあ、完品としてね、えー、お店に持ち込みました。これがね、まあ、多分100円以下の値段がついてるんで、 まあこれ、販売価格7600円、うん。で、商品の買い取り価格がね、3600円ってことなので、100円買い取りだとしたらね、相当安くお店には出てるかもしれないです。私自身もね、ブックオフで1000円で購入してる商品なので、これなんかもね、えー、安く購入できた方がいればね、それで私は嬉しいと思っております。ただね、こちらもね、動画を見ていただければわかるんですけど、どういったものを売るかっていう動画ね、 えー、箱の方がね、ちょっと表が焼けてまして、色がかなり薄くなっておりました。説明書やカートリッジなんかは、えっ、ー、と、元の色が残ってるかな、うん。焼けてはいない状態だったと思います。ゲームもね、起動チェックぐらいしかしてないんですけども、まあ、起動はしましたので、まあ、遊べるんじゃないかと。まあ、もちろんお店の方でね、そこら辺は確認してくれると思うのでね。うん まあ、私が納得いく金額で売れたかっていうよりはお客さんにね安く届いているんであればいいかなとまあ、そういうふうにね思いましたはいってことで以上でございますね今回はね、えーまあ、リニューアルオープンに向けてね、うん、盛り上がってほしいという思いで商品売ってまいりました金額はね2340円ということで、えー、最近ね買おうと思ってるキャンプチェアにでも回していこうかななんて思っております ご視聴の方ありがとうございました。まだね、断捨離したいものはいっぱいあるので、まあ、ところどころでね、何かきっかけがあれば、えー、どの手放しいこうかなと思ってますので、引き続きね、そちらの方もよろしくお願いします。それではまた。コンティニュー。